はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、皆さん新パックで強化されたのは何もオッドアイズとかだけじゃないんですよ。魔術師とかだけじゃないんですよ。スピリットもね強化入ってるんですよ。でもね、ちょっと気づいたんですけど、誰一人使ってなくないですか誰一人使ってなくない、新パックで登場した一応カードなんですけどね、これ新玉と逃げ玉ってやつがね、追加されまして、一応スピリットがほとんどもう実装されてるんですけども、ヤタガラスとか以外ね、マジで誰一人使ってねえなと思って、まあ、そういうデッキはもうさすがに救わざるを得ないみたいなね、ところあるんですよ。なので今日は、スピリットデッキ、組んできました。一応、やっていきましょう。救えてるかどうか知らん。どういうことを持ってるかっていうと、あと、新玉と逃げ玉が一応書いてることはちょっと強くて、まず改めますね、召喚リバース資産の、エンドフェーズに戻るっていうスピリットモンスター、特有の効果は絶対持ってるんだけども、スピリットだからさ。だけど、このカードは召喚リバースした時デッキから改め以外のスピリットモンスターを、手札に加えるよと。まあそもそも守備力が高い時点でなんかそのリバース効果使えみたいな感じのなんかデザインになってるのかな、これね。これめちゃくちゃなんか遅いんだよ今の環境だと。なんだけど、まあ一応召喚権を増やせるカードとかであればまあなんとかなるかなとは思いますけどね。デュアルサモンとかライバルアライバルみたいなカードを使えば一応召喚権増えるんで、まあワンチャンありますけど、まあそれやってるより、それ2枚コンボなんで、まあそれよりはなんかそのベイルとか、まあ波紋のバリアとかで、まあガラ空きのフィールド耐えて、まあ返しでモンスター背負っていくみたいな方がいいかなと思って、一応そういう構築にはしてるんですけど、一応デュアルサモンとかとも相性がいいです。はい。で、逃げ玉、こいつも結構強くてですね、スプリット固有効果以外にだと、このカードが、召喚、リバース資産。自分は通常召喚に加えて、一応だけ、自分のメインフェーズにスプリットモンスターを召喚できるということで、逃げ玉召喚して、それを素材にして、殺人の悪霊みたいなことができます。あと、保護もできます。はい。逃げ玉は、下敷きになって、まあ、下敷きなんだけど、墓地行くと、フェード上にスプリットモンスターがいれば、1枚ドローできます。デッキから。だから、まあ、デザイン的に、逃げ玉召喚して、逃げ玉をリリースして、砂人の悪霊とか、鳳凰とかを出せば、1枚ドローしながら相手のモンスターを除去したり、セットカードを除去したりすることができるという感じの動きになってますね。はい。で、一応スピリットモンスターさえいれば、墓地どっから送られてもいいんで、まあ、エクシスターになってるパターンでもいいですし、あと、ネオスフュージョンでね、逃げ玉を送るっていうことでも一応ね、1枚ドローができるみたいな感じのギミックになっております。で、基本的にスピリットなんでガラ空きになっちゃうんですよね、場が。戻るんで、エンドフェーズに、手札にね。なので、まあ、それを、まあ、カバーできるようにネオスフュージョンで硬い場面作ったりとか、まあ、逃げ玉、新玉って両方とも展開できるんで、まあ、これでエクシーズしたりとか、あと、逃げ玉、新玉で召喚してサーチ入れた後に刃物バリアとかベイルで耐えていくみたいな。まあ、こんな感じのね、まあ、構築がなんか一番なんかやってて、スピリット感があるから、いいんじゃないかなと個人的には思ってるんですが、ぜひね、スピリット研究家の方はね、ぜひ意見をいただきたい。はい。スピリット研究家、世の中に少なすぎて、マジで、俺しか使ってないんじゃないかなみたいなレベルなんで、はい。マジで一回も最近当たっておりません。強化された時は使っていきましょう、皆さんね。デュエル、スタンバイ。このご時世にスピリットってどういうことっていうところありません、ね、なんか運営ネタ切れしたんですかね実装するカードまだまだ余裕あると思うんですけど、強いカードいっぱいありますよね。なんで今更スピリットとかいうなんかカードなんか強化してんだ。あれか、なんかもう強化してるの忘れてたけど、なんか環境にはいけそうにないって今とりあえず全部入れるみたいな、そういう方針か、ちょっと分からんけど。おい、サイバードラゴンやばい、強い、動き方的にはやばいやばい。ネクスティア、オッケー、ネクスティア、ネクスティアの効果は発動しないのかな。え、あ、しないんだ、なるほど。フィア、フィア、オッケー。あー、そっかそっか、墓地にサイバードラゴンがいないと意味ないもんね、ノバの効果は。はいはい、まあ、なんとかして、波紋のバリアウェブフォースを踏ませたいといったところで、ゴーゴーで、これね、逃げ玉がね、むちゃくちゃ欲しくて、バニスピリットがいないとワンドロー入んないんで、それが弱いんですよね。サイバードラゴンノバ、はい、はい、その効果を発動したいがために、あれってことね、墓地にサイバードラゴンをいる状態にしたことね。でネクスター、あー、それうまいな、なるほど。でネクスター特殊召喚成功時効果でサイバードラゴンを特殊召喚、なるほど、うまい、これはうまい、非常に。
非常にうまい遊戯王が。まあでもスキル2回使ったから、まあこのターンでは使えないと。はいはい、一旦脳死サイクルを打って相手のセカードを、うわいらね、出たネオススターター、懐かしいわ。俺必ずネオス引くんですよ。ネオスデッキ入れたら絶対引くんです。 100%、 100%、 いや 120%、 いや 150%、 やべ、オーバーフローはやばい。オーバーフローは破壊されると、デッキからサイバー魔法トラップまたはサイバーネティック魔法トラップカードを1枚手札に変えるっていう、なんかアドバンテージ稼いじゃうみたいなね。でしかも手札墓地フィールド上のサイバードラゴンを除外するとなんか相手破壊するっていう、めちゃくちゃやばいこと書いてるんですよね。あれ頼むぞ。とりあえず握玉を召喚するわけないよね。握玉を召喚して、で新玉を召喚してでこうして、で一応サーチ入れて、これ何持ってくればいいの。これでも波紋踏ませるしか勝ち筋ないんだけども、波紋踏んでいくないと負ける絶対に。レブシステムを持ってきたのはまあでも、まあ、正直波紋はケアできないから、一応これ戻って戻ってこれで耐久するしかないんだよな。はい、これ踏ませるしかねえ。俺は魂の波紋のバリアよ。はい、ターンエンド、俺の勝利。これでいきなりね、初手融合とか言われてね一応ベイルがギリいたらなんか耐えれる可能性はちょっと上がるんだけど、ただこれサイバードラゴンでバーニングがベイルとめちゃくちゃ相性悪くて、ダメ捨てで2100上がるんで4200になっちゃうんですよね、ノバが。それがすごい辛いという。実はベイルケアできてるノバめっちゃ強いっていうね。勝利、はい、サイバーリオギ、サイバー進化、はい、で55、あやばい、これ全枚か、終わったか、これあれ終わった可能性がある。終わった、終わりだ、サレンダーだ。全枚王は無理、全枚王はさすがに無理引かんねえもんな、これ怖えだろうな相手。これ何にもステロケが引かんない。バトルマジ、やった、耐えた。とりあえず波紋のバリアで、おい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 、よしよし、とりあえず耐えた、耐えた、さあもう終了。 OK、 あのクセカード何、ベイルも来た、いいよ。右玉か、とりあえず右玉か、ベイル来たな、右玉だな。右玉召喚、右玉召喚で新玉召喚で新玉効果発動、もう一回持ってくるやつ、右玉でいいか、右玉、これでアドバンテージを稼いで、俺はね時間を稼ぐしかない。ベイルがいる、いける、いやなんとかなる。もうあいつはスキルを全部使った、多分ね、これいなくなればね、もうね展開できない、多分ノマは出せない、多分もうレベル5が2体並ぶのはかなりきついと思う。こっちのフィールド上にモンスターが残んなければいいつまりこいつら戻ってくる、つまりこのままバトルファイズいけ、800ダイレクト、よし、なんかあのクセカード何の知恵もない。とりあえず右玉と新玉が戻ってくるぜ、よしよしなんだあのカスみたいな展開。とりあえずね、ここね、あの反動を抱えてね、相手のあの攻撃を受け流して、あのテレテテテレテってことよ。だから左、あの右から来たものを左に受け流すみたいな感じで、右から来た攻撃を、前から来た攻撃を後ろに受け流していくっていうスタイルね。ベイルで、もしくは波紋のバリア でサイバーレブシステム、やばい、サイバーレブシステムやばい。でもレブしたところであんまり強くないのね、はい、14でしょ、一応はね、そうサイバードラゴン G がいなければ意味ないから。でバリアからベイルを特殊召喚していく、で700を回復していく、はい、あのクセカードなんだ、何の注文ねえぞ。あなたも来た、なるほど、とりあえず右玉か、右玉召喚、右玉召喚、右玉召喚、これ悪霊じゃね、これ悪霊でしょ、これあの絶対チェインはあるはずなんで、サイバネティックオーバーフローとかだったら多分マジでどうでもいいカードなんですよ、多分あのクセカード。これ勝てるか、レベル4みたいなラベルとって勝てないんだよな。こうしてだな、こうだな、これこうだで、こういうことよ、このワンドロー、これでベイルを引くと、波紋か引かないと、新たなサスリーカードっていうか、レブシステムで蘇生してるからあいつ破壊されない、うぜ。ターン終了、はい、サジンナクで戻ってきました、はい、4000ライフ削れますかとやばいかこれ、
俺こんな遅いデッキ回してるのマジやばくない？地獄の展開力、まあ、こうなるから一応波紋のバリアとかベイルがないと耐えられないっていうことなんですよ。もう全員持ってくるんで。あ、レブシステムか。なるほど、レブシステムまずいか。いやでもサイバードラゴン戻したぞ。サイバードラゴンは戻したデッキに。だからあの打点は今1600くらいしかない相手は。あ、そっちなるほど。とりあえずディスティニードローでいいよ。とりあえずディスティニードローしていく。でディスティニードローを使ってこれネオスフュージョンでいいですかね。ネオスフュージョンしましょう。でですね、圧倒的最強展開力を見せていけばいいんじゃないでしょうか。とりあえずまず右玉を召喚する。右玉召喚して、で右玉リリースして、サジンの悪霊を出していく。でサジンの悪霊って効果発動するけど相手は破壊されない効果ではレブシステムで蘇生してるから、蘇生っていうか展開で、さらにワンドロー入れながらネオスフュージョンの効果を発動し、ネオスフュージョンの効果で手札に来てしまった誰でもネオスと、手札に来てしまった誰でも逃げ玉を、これターン制限ないから墓地に送って、でこうして、でさらなるワンドローをぶち込んでいく。強いけど弱い。うい強いけどすごい弱い。皆さんこれ救えてますかね俺スピリット。はい、お相手の方ハーピーの借りはスイートリッキね。はい、弱い。水筒デッキ爆発的に多いですよね最近ね。とりあえず握ったま召喚ハーピーだったら、ハーピーか、ハーピーだったらプレインコート出しちゃいけないの。握ったま召喚でしょ。で新たま召喚で、新たま召喚効果、新たまで悪霊持ってきとったらいいんじゃないかな。悪霊、ほんでとりあえずプレインコート、はいはい、モンスターをエクシーズ召喚、ネオスフュージョンも打っとくか。ネオスフュージョン打っていこう。魔法発動で手札に来てしまった、絶対に 100% 引く、 120% 引くこのモンスターと、新玉かな。アドバンテージ稼げるのは一応右玉なんだけど、右玉と新玉どっちでもいいんだけど、どっちか難しいのターン終了で、まあ、プレインコードが一応月の書とかで裏返されなければなんとかなりますね多分。はい、月の書、まあ、20枚デッキだから結構入ってかもしれないね。ただプレインコードがなんとか仕事をしていただきたいってところ、まあ、トラミットだったらごめんなさい。わかんねえんだよなもう。さあこの絶望的な、リミットレギュレーション発表されてんのに、なんかその急リミットデッキを回されるこっちの身にもなってくる。このあ使う人は悪くないですか、何回も言ってる。ハーピーの狩り場で、狩り場を叩き割っていくしかない。なんでセットした、じゃあそれヒステリックサインじゃないんかい。で万華鏡、華麗なる分身、はい、で出てきたハーピーが、はい了解です、プレインコートで、プレインコート効果発動。さあプレインコートの効果、フリーチェーンで新玉をペッてやって、で新玉ペッてやって、で相手のフィールド上に同盟モンスターが2体存在するんで、どっちかを残してどっちかを殺す。これでこいつってさ、選んだモンスター以外のモンスターね、だからこれ残す方を選択してもいいよね。こっちでいっか、リバースモンスターのことを僕はそれどうでもいいよ。はい、で、これ以降相手は、同盟モンスターを、特殊召喚することはできません。ヒステリックサイどうぞ、召喚特殊召喚することはできません。はい、万華鏡からの武士打てません、打てません。ハッピーレディーしか出せませんので打てません。あ、3姉妹が入ってたら打てんじゃない多分。どうする、3姉妹が入ってたら打てると思うわ。要するに3姉妹、おっとプレインコードご存じない、あれプレインコードご存じない、
バトルフェイス入っていく、こっちこれぶん殴っていく、はい、で、ネオスフュージョンもドローでサーチできなかったっていうことは、あいつっていうのにネオスフュージョン引いてんだってなる弱ハンドあいつネオスフュージョン引いてるってなる、なんだこの地獄みたいなハンド、まあ、一応ね、サジンの悪霊っていうモンスターの効果をそのネオスフュージョンで除外することによって守れるんですけど、一応ね、一応そういうシナジーはあります、はい、一応ちょアタッカー少なすぎ問題が発生してちょっと入れてみたんですけど、ネオスフュージョンあんまり相性よくありません、はい、ハーピストですね、どうぞ。でハーピストの展開ができない、でマンギングが打てない、プレインコードの効果を読んでいる、サレンダー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 、はいランクマ全員プレインコートの効果知らない説。さあお相手の方、兵器合体魔人将来お前何してんだよお前何してんだよお前何してんだよ、なんで合体魔人将来って、とりあえず新たな召喚、新たな召喚して効果で右手持っていくしかないよ、右手持ってきて、うわこれ砂人の悪霊で全部っぱしちゃった、砂人の悪霊で全部っぱできたのに、これ握ったまで召喚して砂人の悪霊で全部っぱできたんだけどな、握ったまがいればちくしょう、握ったまお前命拾いしたと思うよ、これデュアルハゲが、えゲートガーディアンか、あだ誰やねんお前、えいやお前誰やねん